ミッツに呼び出されやってきた七瀬なつみ。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はカエルを食べてもらいます。ダイナムさんって知ってる？もちろん知ってます。 CM とかやってますよね。ダイナムさんのプライベートブランドのパチンコ機があるんやけど、で新ブランド娯楽っていうのが発表されて、ほうほう、この度、学生さん向けのアイディアコンテスト、ダイナム杯パチンコアイディアグランプリっていうのが開催されるんですよ、はいはいはい、面白そうじゃない？それは面白そうですね。出ようか。え、夏美学生じゃないから断られるかなと思って、はい、ダム元で電話してみてんけど、うん、いいよって軽っ。本来は入賞した学生さんには賞金が出るらしいねんけど、はい、賞金っていくらぐらいなんですか？50万円らしい。夏美は学生じゃないので辞退します。え、リッツ知らないですか？私学生ですよ。そんなこんなで東京に向かった七瀬。スクープ TV をご覧の皆さん、こんにちは。七瀬夏美です。夏美どうしたん今日？あ、賢そう。全然売れないですよ。普段賢くなさそうってことです。あ、来ましたね、ついにダイナムさん。ということでですね、私本日やってまいりましたのは、ここ東京都にございますダイナムさんの本社にやってまいりました。もうコンテストの準備も万端でございます。もう今すぐ発表したいぐらい楽しみにしてますね。めちゃくちゃ面白いです。絶対採用です。自信満々の七瀬は早速潜入。どうも。こんにちは。こんにちは、はじめまして、スクープ TV の七瀬なつみです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。株式会社ダイナム人材開発部の谷口と申します。本日は弊社のパチンコアイデアグランプリにアイデアもお持ちいただいたということで、大変楽しみにしておりました。はい、ではこちらへどうぞ。はい、よろしくお願いします。プレイデモする。それでは早速、私七瀬なつみの、ダイナム杯パチンコアイデアグランプリ、プレゼンテーションを行わせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでタイトルはズバリ、出会いを演出し愛を育むアイデアです。地域のインフラとしてのパチンコホールを目指し、さまざまな施策を実施されてきたダイナム様、時として憩いの場であり、人と人が触れ合う場でもあると言えます。人が集うことで出会いが生まれ、会話が始まり、新たな人と人のつながりである絆が、ダイナム様とパチンコによって育まれているのです。しかし一口に出会いや絆といっても様々な形が存在します。私たちの世代を中心に考えるのなら、共にこれからの人生を歩む友人や恋人もまた出会うことで始まり、絆を育んでいくもの。スマートフォンが普及した現代社会では SNS など、様々な出会いの場所のツールが存在しておりますが、手軽さゆえ問題点も多数存在し、真の友人や恋人との出会いの場、そういうふうに考えると若干の不満を抱いたり踏み出す勇気が持てないのはきっと私だけではないと思います。そこでですね、パチンコそしてダイナム様を介して新しい出会いに巡り合いたい、そしてパチンコが大好きな白馬の王子様ですかね、イケメン男子に迎えに来てほしい、私たちの希望を叶えるためにご提案するのが、出会いを演出し愛が生まれ愛が育まれる新しいパチンコシステムアイデアです。そして新たな出会いを演出するパチンコとは、パチンコ店というとダイナム様の取り組みをはじめ女性への気配りが配慮がなされるようになってきたとはいえ、まだまだ男性のユーザーが多いのが現状。しかし逆に言えば、女性がもっと足を運べば、男女の新たな出会いの場になるのではないのでしょうか。単に、店舗に出向いてただ異性に声をかけるだけというナンパ的なスタイルではなく、パチンコ遊戯を介して楽しみながら、男女が出会うという新たな出会いのスタイルで、パチンコそのものの新しい楽しみ方も、広げていきたいと思います。そこで私考えましたのが、業界初アイデアシステム搭載パチンコ第1弾、その機種の名は CRA プリンス&プリンセスです。では具体的にご説明いたします。プリンス&プリンセスとは、異世界を旅しながら各地に点在するダンジョンをクリアし、世界を救い
王子様もしくは王女様を助け出すストーリーが通常時やリーチアクションを盛り上げるパチンコ機です。 RPG テイストの演出や、戦闘システムがユーザーを奥深い世界観に誘い、単なるパチンコ機としてではなく映画の主人公を演じているかのような体験が楽しめます。某国民的 RPG ゲームの中にユーザー一人一人が主人公として、パチンコ機の中の物語に参加します。もちろんストーリーは一人でも進めることが可能ですが、ペアシステムを、搭載しており、男女の主人公が協力して物語を進めていくことが、可能になります。そしてユーザーはあらかじめ自分のキャラを登録し、他のユーザーは登録されたキャラの中から自分のペアを選ぶことになります。ペアは実戦開始前に選び直すことも可能ですが、次回の実戦開始時まで変更することはできません。スマホ専用アプリの同名ゲームとパチンコ内の主人公は同期によりリンクしており、パチンコ店での遊戯の後もスマホの RPG ゲームとして楽しむことができます。スマホでプレイして得た経験値やアイテムなどはパチンコ店にて遊戯台と同期させることでパチンコの遊戯をする際に反映することができます。そしてペアとして選ばれたユーザーのもとには、相手が物語を進めることによって自分の経験値が増えたりアイテムが増えていったりするメリットが発生します。物語を一定条件まで進め、お互いの信頼ポイントがマックスまで到達すると書簡システムが発動し、簡易メッセージを送ることができます。この書簡システムはスマホゲームアプリにも反映されます。またパチンコ機に搭載されたペアリングシステムと呼ばれる並び打ち機能により、登録ペアが並び打ちをした際に演出の変化、経験値倍増、隠しクエストの発動などさまざまなメリットが発生するため、仲を深めたペアは実際ホールで出会いパチンコを介して仲をさらに深めていくことが可能になります。プレミアム演出やクリアしたシナリオ、倒したボス、デラマ記録などがスマホに記録され、達成度合いによりスマホアプリでも追加シナリオやエピソードなどが発生します。ユーザーはゲームを進めることでさらにパチンコ遊戯が楽しくなり、ペアである相手との会話やプレイを介してお互いの認知が進む。それによりさらにシナリオは奥行きを増し、その奥行きは遊戯やアプリを介して知り合った異性との仲を深めていきます。そして仲が深まったユーザーたちはホールの来店動機につながり、やがてホールでの実際の出会いにつながっていく。パチンコを楽しみながらもストーリーを進め、協力するうちに2人の信頼関係も深まり愛を育む。これこそが七瀬夏実がご提案する新たなパチンコの形でありアイデアなのです。ダイナム様で愛を育み、愛がなる。私にもとっても素敵な王子様が現れるかも。ということでですね、こちら以上がスクープ TV 七瀬夏実がご提案する10年後のパチンコ、出会いを演出し愛を育むアイデア、以上になります。ご清聴ありがとうございました。いろいろ聞いちゃおう。ということで以上が私のプレゼン結果となりますが、いかがでしたでしょうか。はい、大変面白かったです。今までにない視点で大変興味深い内容だったと思います。今回このコンテストを開催させていただいているのも、これからを担う20代の若い世代の皆様にパチンコのこれからを思い描いていただき、七瀬さんのように自由で縛られない発想でアイデアを出していただきたいという思いがあるからなんです。ありがとうございます。なるほど、確かに私はパチンコが大好きで毎日のように遊戯してきましたが、今後パチンコがどうなっていくのかまでは深く考えたことがなかったですね。まあ、ダイナム様の店舗様には、まあ、何度もお邪魔したことがあるんですけど、会社としては CM のダイナムさんっていうイメージがあるんですが、具体的にはどのような会社なのでしょうか。はい、株式会社ダイナムはパチンコを誰もが安心して気軽に楽しめる日常の娯楽に改革するというビジョンを掲げ、北海道から九州まで全国に業界最多の406店舗を展開しています。地域のインフラを目指してお客様に愛されるお店作りを目指しています。私のダイナム様の、店舗のイメージでは、
他の店舗にはない木造でとってもぬくもりのあるようなお店構えです。店内も木の柱がとっても印象的で、なんかパチンコホールなのにとってもアットホームな、そんな印象を持ったのを覚えております。またスタッフの方もとっても親切で笑顔が絶えない方ばかりというのがとっても好印象でした。すべてはそこにつながっていたわけですね。ではダイナム様が学生大賞のパチンコアイデアグランプリを、開催するきっかけになった経緯を教えていただけますか。はい、ダイナムは10年以上前からプライベートブランドというオリジナルのパチンコ台の開発を行ってきました。今年、娯楽という新ブランドを立ち上げ、パチンコを日常の娯楽にするためにより一層 PB 機の開発に力を入れていきます。そこで今回このアイデアグランプリを開催することで、七瀬さんのように自由な発想でアイデアを出してもらい、娯楽ブランド機の開発のために元気とヒントをいただきたいと考えております。またこれを通じて多くの若い人にパチンコスロットやその未来に興味を持ってほしいという思いがございます。なるほど、そういうことだったんですね。ではこれからどんな PB 機開発を目指していかれるのでしょうか。はい、私たちの強みはお客様との距離が近いということです。しかも全国展開をしているので、全国のお客様のお声を聞くことができます。娯楽ブランドではそのお客様の声を反映したパチンコ台を開発していきたいと考えております。もちろん新しい発想、アイデアもたくさん取り入れていきたいです。では最後に、この動画をご覧いただいている視聴者の中にも、私と同じ年代の方や学生の方も多くいらっしゃるかと思います。今回のグランプリにどんな方にチャレンジしてもらいたいですか。学生の皆さんへのメッセージをぜひお願いします。今回のパチンコアイデアグランプリを知って面白そうと思われた学生の方は全員ウェルカムです。パチンコが好きだという方はその愛を存分に表現してほしいですし、逆にあまり詳しくなかったりやったことない方は、こんなのあったらいいのにというその目線ならではでのアイデアも貴重です。ぜひコンテストにご参加いただき、皆様のアイデアを聞かせてください。お待ちしております。本日は本当に一日ありがとうございました。こちらこそ楽しい時間をありがとうございました。プレゼンを終えて、すいません、いやもうちょっとね、めちゃくちゃ緊張しました。もうっていうのもやっぱりなかなかこういうプレゼンを発表するっていう機会がないんでね、もう毛穴という毛穴中からも汗が吹き出るわけですよ。でもですね、終わってみた感想がめっちゃ楽しかったです。というのもですね、やっぱり実際思い描いてることを紙とか、絵とか言葉に表すっていうのが、なかなかないんで、実際やってみたらなんかちょっともう面白になってきて、ちょっと考えついても一生懸命書いたんですけど、画力とかね、要するに実際私が今回発表したプレゼンでも真剣に受け取って聞いていただけるという、要するに私でもあの画力でもいけんねやでっていうのはね、ぜひ皆さんもね安心していただいて、私もね実際発表終わって安心したので、ぜひ皆さんももしかするとその突拍子もない、そんなめちゃくちゃやんみたいなアイデアも5年後10年後の大革命になっているかもしれないんで、ぜひね今この動画を見ていただいた方、こんなんいいんじゃねとか、いや、七瀬あかんわ、もう俺の方がこんなんあるわっていうような意見がもうあるんであれば、ぜひ今回、開催しておりますダイナム杯、パチンコアイデアグランプリ、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。でですね、今回の、実はこのコンテストのアイデアの対象になっている、ダイナム様の、新プライベートブランド、娯楽の最新機種である、PA スーパー電薬ナナシデラックス 288GO、こちらの、実機の方をね、なんとダイナム様の、実践試験ルームにて、これから実際に実践させていただきます。もうさっきのプレゼンではちょっとね、もうカミカミすぎたし緊張上がりまくりでしたが、ここからはもうナナセの本領の見せどころですね。では早速行ってみましょう。試験ルームへゴー。さて、実機の前にやってまいりました。今回ご紹介いただくのは、PB 機、開発担当の坂上さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速、
PA スーパー電薬 7C デラックス2-88GO の特徴を教えてください。はい、こちら PA スーパー電薬 7C デラックス2-88GO は弊社プライベートブランド娯楽シリーズの最新機で、2015年8月に導入されました CRA7C デラックス DS の後継機となり、新規則パチンコ機となります。今年5月に全国のホールに導入されました CRA スーパー電薬 7C デラックス2をベースに、前作で好評だった大当たり出玉と保留演出を踏襲しております。なるほど。他にもいろいろとダイナム様らしい遊び心が盛り込まれていそうですね。そうですね、それは実践しながらにしましょう。はい、では早速実践していきましょう。打ってみよう。早速実践していきたいと思います。さあね、ついに台に触れました。あ、ダイナムかけるということで、さあこっからですね。さあ果たして見どころ満載に、ようこそダイナムへ。ん、今なんか喋りましたね。これ弊社の従業員のボイスが実は PB 機だけには入ってるんですよ。始まりの時ですか。はい、1回転ですね、ま、客待ちの画面から、はいはいはい、スタート入った時にですね、声が流れます。へえ、それは従業員さんはもう選ばれ抜かれた人たちのみが、はい、接客優秀者、はい、通称の DYN48 っていうDYN48、はい、聞いたことあるようなないような、あるようでなさそうな、はい、ありそうな、はい、なさそうなんですね、はい、ほう、あ、そんな、そこがやっぱ通常の電薬 7C シリーズとはまた違うところ、はい、そうですね、そこが、大きく違うところの一つになります。ほうほう、それはなんかの遊び心が非常にあっていいですね。そうですね、いろいろやらせていただいてます。簡単にスペックだけ、ご説明なんですけれども、大当たり確率が約1/88、そしてデラックススタート、豪着か通過時に関しましては65/1となっております。で、スタート着火、ここでの、大当たり確率、あ、違う、大当たり確率じゃなくて大当たり出玉が、約972個という形でね、もうかなり遊びやすいスペックになっております。はい、そうですね、ダイナムでは、ホームページにて、ダイナム全店より集計した人気機種ランキングを公表させていただいているのですが、 7C は2017年のパチンコランキングで常に上位にランキングしている、人気機種でして、シンプルながらハラハラドキドキできる演出が特徴的ですね。おー、そうなんですね、これはもうぜひ乞うご期待で。出たら早速ね、とりあえずまず保留がプレゼントに変わってます、アヒルちゃんから。さあこれはどう変化するんでしょうか。怒ってますよ、アヒルちゃんがすごい怒ってます。あ、またプレゼント生まれた。この春では当たらなかったよ。あ、ちょっとアヒルちゃんまた怒ってますけど。おっと、画面が4分割、ね、いい感じの流れですかね。何か起こるかもしれないですね。何かが、お、あ、リーチ2つでかかってる。これはいくかな。お、熱そうやな、これ7、7、めっちゃ7があるんちゃうかな。あ、そっち行ったんや。よ、いけ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 、いくんや、88分。まあ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 、惜しかったね。またそもそもこの台自体がまずここ、ワープからですね、密な穴があるクルーン通過していく、見応えもあるような。そしてあとモードも何点か選べるみたいなんですけど、私は今デラックスモードで、遊戯しております。ちなみにやっぱりなんですけど、はい、そのあまり知られていないような、はい、プレミアなこともあったりなかったりはするんですかね。あったりなかったりするかもしれませんね。それは実際、ホールで打っていただいて確認していただければと思います、はい、今回もしかしたら出たらいいですよね。七瀬に出せるかな。お、花火、お、アヒルが咲きましたね。燃えてましたけど、リーチでなんか羽ばたいてるから、なんか熱そうな気するからお願いします。これは来てるんじゃないですか。これ来てるんじゃないんですか。え、あるかも、あるかも、もうそうそう38回転。あ、なんか煙出てるよ。行きますか。行きましょう。ぜひとも見せどころ引きの
やっぱそうなんですよね。やっぱいろいろあるんで、まだまだこれからですね。これからです、うん、要はこれからです。要するに、あ、まだ羽ばたいてるんで。え、これはあらまー、39回電話当たりゲット。こんなすごい当たりあることないんでね、なかなか私あの引きが弱いんですけど、引き弱にも優しい確率。とりあえずトータル、1014ポイントゲット、ここからもね、どんどん引いていきましょう。これさあ、トレジャーモード突入ということで、この間の、大当たりが、65分の1。あ、いえ、ここはもう通常の確率なので、すみません、ここ通常時スタートに入る確率は88、約88ですね。了解しました、はい。まあ、本来であれば大当たり中に、まあ、ラウンドの上でそんなのがあるっていうのが一般電薬なんですけども、はいはい、今回はちょっとそれがなかったということです。まあ、ある意味またあの通常時から皆さんに面白いところを届けていくっていう七瀬の優しさでもあります。次は上乗せに期待。ちょっと今面白いモードがあるので、はい、ちょっとご説明させていただいてもよろしいですか。お願いします。通常ですとこちらのボタンを押してメニューで、まあ、こういったモード選択の画面になって、はい、こういうふうに、まあ、選ぶだけなんですけれども、はい、いきます。はい、ここでボタンを同時押し、同時押し少し待つ。あら、そうすると裏モードということで、ベーシックの文字判定してましたね。はい、ちょっと、一発告知などが楽しめる、ちょっと一発告知、はい、裏のモードが始まるということになっております。はあ、はあ、じゃあそのリーチ演出自体からもうそういう、はい、要するにプレミア多発じゃないですけど、はい、もうちょっとそんな普段、まあ、一発ドキドキできるモードというふうになってますので、普段とちょっと違う遊びをしたい方はぜひ選んでいただきたいです、ね。エクストラモードに変えていただいたんで、はい、早速試していきたいと思います。試していただきたいってこれ。さあ、まもなく88が88回転過ぎてしまう。88回転になりましたね。まあ、でも皆さん、あのポンポン当たったら面白くないじゃないですか。逆にやっぱりハマる時があるからこそ面白い。早く当てろ。七瀬滑ってるぞ。お、急に、え、急に、やった、おめでとうございます。ありがとうございます。急でしたね。お、見てください、今その他回転数111111、バッチシじゃないですか。実施やないか。よかったです。ちょっともう当たらないのかとヒヤヒヤしてました。そんなことない。引き弱をディスられてるぞ。はっはっは。ボタンで曲を選んでね、なんですけど、初代七仕様あたり BGM に行きましょう。はい、今回は上乗せが発生するといいですね。ですね。これはここですか。今多分これで発生する感じで、大当たり中の上乗せ。おっと、画面の中にまた画面がーっていう。可愛いからって何でも許されると思うなよ。あー、もうこれわー、行くでしょね、行きますよね。これこのコースターから、まあ、キャラクターがいなくなるのはまでの間は大当たりが続くという形になってます。現場の皆さん、冷ややかな目で見るのはやめてください。頑張れ七瀬。なんかちょっと飛び跳ねてますけど、これ、え、これもう完全にもう、これもうちょっと、あはは、すごい、私って引き強なんだ、あはははは。単発だけどね。あ、さて、さて、もしかして、もしかして開始1回転目ですよ、これ。ウィンウィン、あ、え、なんかいろんな意味ですごい、いろんな意味ですごいですよ、私。1回転目で、あ、これは、
このちょっと、はい、いい感じのアイドルユニットの、はい、セブンフォーというセブンフォート、はい、セブンフォートの可愛い女の子が出てくるそうです。まあ 7C ということでセブンフォーということで、はい、そういうことですね。もしかしたら私も今後ここにこのグループユニットの中にいることもないことはないって感じですかね。私もこう言って、まあ、そこはメーカーさんと交渉というか、もし入りたいということであればメーカーさんと交渉だそうです。いやもしかしたらしつけえんだよ。今デジタルが回転してると思うんですけども、まあ、ここの青であれば、はい、青の同色というか同じ数字が揃うと上乗せですね、はいはいはい、でこの赤の数字が揃うと、まあ、丸得って書いてあるんですけども、はい、丸得で、まあ、終わったら1個分が、まあ、上乗せされるという形 で、 ほうほう。でこれは一応、まあ、前回の大当たりの、カウントを引き継いでるので出玉が、1971だけど単発そうですね、2回転で当たったので3発。虹色プレゼントからの、あら、もうこれ大チャンスじゃないですか。ピンクももちゃんが揃ってますよ。これは絶対当たるでしょう。あ、亀ちゃん、これは豊丸の、はい、豊丸さんのキャラクターですね。さあ問題はここからですよ。連チャンさせていきたい。はい、というわけで無事、実践終了ということでね、まずは今日はこちら、PA、スーパー電薬 7C デラックス2、88G を、こちらで遊戯を終えましたということでね、ありがとうございます。感想の方がですね、まあ、撮影自体、まあ、数時間ほどさせていただいたんですけど、実践の方もですね、もう本当に一瞬で、終わってしまいました。まあ、なんかそれほど楽しくて、やっぱり普段私も一八山デジとか、打ちに行くんですけど、まあ、その中でももうやっぱり通常の電薬7Cより、体感的にもでもちろん確率的にも、当たりやすく、どっちかっていうと出玉を楽しむというよりかは本当にこの電薬7種自体を、より深く楽しめるよう なんかパチンコを楽しむという、ね、ことができるような、機種なんではないかなと、感じました。今日はですね、素晴らしいお時間をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、弊社のプライベートブランド機のブランド名、娯楽の由来になっている通り、パチンコは、娯楽であるというのが、開発コンセプトの一つになっております。少しでも多くの皆様の娯楽と、なれるよう、これからも皆様に楽しく遊んでいただける遊戯機を、開発を行ってまいりたいと思っております。ありがとうございました。エンディングだよ。はい、ということでね、本日一日終了いたしました。今日はですね、もうかなり特別な体験をさせていただきました。まあ、私は一般的なその就職活動っていうのを経てこの業界に入ったわけではないので、まあ、その就職活動って、まあ、どんなものなのかっていうのとか分からなかったりはするんですけども、まあ、もし実際私が就活生なんであれば、こんな会社に入ってみたいなってすごい、興味深く思いました。私と同年代の学生の皆さんも、まあ、特にねパチンコが大好きだっていう方はぜひダイナム様への就職をね目指してみてはいかがでしょうか。全国に406店舗、業界店舗数ナンバーワン、ね、誇りますダイナム様。まあ、今回を通じて、勉強した学んだことは、まあ、社員さんを大切にする心意気、お客様地域のつながり人とのつながりをとても大切にされてるんじゃないかなと感じました。ぜひまずは、きっかけの一つとして、この今回の、ダイナム杯パチンコアイデアグランプリ、これをきっかけとしてぜひ皆さんもダイナム様の、ね、ことをよく知っていただきたいなと、いただきたいなと思っております。皆さんの夢を共有するような素敵な仲間に出会い、そして新たな夢を発見できると思いますよ。はい、では最後に皆さんにここでね、重大なお知らせがございます。
なんと今回、私、1日密着取材をいたしました、このダイナムハイパチンコアイデアグランプリの、最終ラウンドの審査員に寺井拓さんも、審査員としてね実際に、来られます、ということで、ぜひね寺井さんが好きな方、寺井さんに会ってみたい方、聞いてほしいなという方もぜひ今回のこのダイナムハイパチンコアイデアグランプリぜひ応募してください。また皆さんお会いいたしましょう。バイバーイ。